い、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。二階堂あきです。さあ本日なんですが、皆さんエンタメイトガトリングールという最強のモンスターはご存知でしょうか。このモンスター強いね。これめちゃくちゃ強いわ。これ使ってみたんですけど、新しいねパックで、手に入るあの R なんで、これめちゃくちゃ入手しやすいんで、皆さんもぜひ使っていただきたいんですけども、融合召喚モンスターですね、悪魔族ので、エンタメイトモンスタープラスレベル5以上の闇属性モンスターで作れる、モンスターで、エンタメイトガトリングールの効果は一旦に一度しか使用できないって書いてあるんですけども、これねめちゃくちゃ強い。よく読むね。このカードが融合召喚に成功した場合、フィールドのカードの数かける100ダメージを相手に与える。な、要はまずは出た時にバーンダメージをぶち込むと、まあ、最大リンクスだと、フィールドのカード1、2、3、4、5、6、7、8、7から14の1400ダメージ、一応ね、まあ、理論上与えることができると。でさらにこのカードがペンディラムモンスターを素材として融合召喚していた場合、さらに相手のフィールドのモンスター1体を選んで破壊、対象に取りません、選んで破壊し、そのモンスターの元々の攻撃力の半分のダメージを相手に与えるっていう、全部メリットなんですよ。相手にバーン与えます。でペンデラモンスター素材にしていたら、また相手のモンスター破壊してさらにバーンダメージ与えますっていう、めちゃくちゃやばいこと書いてるモンスターなんですよね。でしかも、結構簡単にあの出せるこの召喚条件と、あと2900っていう打点、これねすごい強いと思う。このモンスター、あのオットワイズアドバンスドラゴンっていうあのモンスターいたじゃないですか、あれとね似たような感じですね。こいつも一応あの選んで破壊するんですけど、でバーンダメージ与えるんですけど、これと同じような感覚ですね。出てきた時にあのぶっ破して相手のモンスター選んで破壊して、でバーンダメージ与えるっていう、めちゃくちゃ強い効果を持っています。でじゃあどうやってこのモンスターをまあ出していけばいいかという話なんですけど、ちなみにこれね、あのエンタメイトって言いながら、なんでこんなやべえ効果してんのって思うじゃないですか。あのゆうやくんってあの最終的にあのラス、あ、まあ、ネタバレが言えなかったはここあのミュートしてください。ゆうやくんってあのラスボスなんですよ。ゆうや、主人公がラスボスっていうなんかちょっと珍しいアニメなんですよね、アークファイブって。で闇落ちするんですよ主人公が。でこの、あ、まあでも覇王10代とかと同じような感じ、あの10代くんが闇落ちすると覇王10代になるみたいな感じで、ゆうやが闇落ちするとなんかザ覇王竜ザークってやつになるんだけど、そいつになりかけの時に使ってるカードなんで、これあの若干ね心病んでんですわ。でも一回ゆうま先生のカウンセリング受けた方がいいんじゃないかなと思うんだけど、あの一回病んでる時に使ってるモンスターなんで、これ結構ね闇落ちしてるので、そのこういう効果になってるっていう、そういう感じですね。でこのモンスターどうやって出していくかって話なんですけども、まずですね、あの融合ができるペンデラムモンスターであれば結構相性がいいということで、新しいパックで追加されたトランプ系のモンスターたち、エンタメイトトランプビッチとエンタメイトトランプガールっていう、このモンスターが融合召喚する効果を持ってるんですよ。こいつはそもそもモンスター効果で自分をリリースすると融合持ってくるよっていう効果ねがあるのと、あとペンデラム効果でフィールド上のモンスターを墓地を送ると融合モンスターによって決められた融合性モンスターを墓地を送ると融合召喚ができるっていう、だから素材をさ闇属性レベル5以上とエンタメントモンスターをフィールド上に用意してあげれば、もうペンデラム効果で融合ができるっていう、融合なしで。とあとトランプガールはあれだわ、自分の効果で融合する、自分のフィールド上のトランプガールとあの他のモンスターで融合できるっていう、フィールドに出た時に融合できるっていう効果ですね。融合順位生物闇みたいなイメージです。でこれを使っていく融合と、さらに、もちろんあのこれで融合していくことも結構あるんですけど、一番強いなと思ってるのはこれ悪魔族の融合モンスターなんですよ。これ悪魔族の融合モンスターなんですよ。悪魔族の融合モンスターに使える融合って言ったら、皆さん何が思い浮かびます？僕はね、真っ先に思い浮かんだのはダークフュージョンね。これダークフュージョンはこれ何が強いかっていうと、その融合召喚したターン対象に取られないんですよ、相手の。だからダークフュージョンでガトリングール出せば、もう相手は対象に取ることができずに一方的に破壊されることしかできないんですよ、相手のモンスター。これがすごい強いなと思ってまして、ぶち込みました2枚ほど。で、あとは闇属性のモンスターとエンタメイトだったらいいんですよ。でエンタメイトは一応トランプガールがいるのと、あとあのドラ猫、これ一応先行マジでこの敵やることなすぎるんで、イーサルウェポンかぶったらランク6立てるっていう選択肢はあるけど、弱すぎるんで先行が、なんで一応ドラ猫入れ入ってたりするのと、あとスケールがね、言うてさ、ほらトランプウィッチの効果はさ、ペンデラム効果でフィールド上のモンスターを融合するっていう効果なんで、要はまずモンスターを出さないといけないっていうね、あの感じなんで、まあ、だからペンデラム召喚できるように一応スケールが8の流血の魔術師とか、
が入ってる感じですね。あと一応スケールでけえからと思って、あのエンタメイトキングヘアとかいうキングベアか意味わかんねえモンスター入ってるけど、ここはね、あの正直エンタメイトドクロバットジョーカーとかがいればそっちの方がいいと思う。あのいないけどリンクスには、今 OCG では純正限カードでめちゃくちゃ強いねエンタメイトモンスターがいるんですよ。スケール8以上のモンスターが欲しいんですよね。要はなんでかっていうと、オットワイズペンダルドラゴンを出したいんで、ペンダルの召喚で。なんでちょっと今カードプール的にまじザコいやつしかいないんだけど、ここはもうちょっと強くなるはず。あのカードプールが進めばね、まあ、ドクロバット召喚が一番強いかなと思いますね。で、オッピー以外にもこのイーサルウェポンっていうモンスターが、これ闇属性レベル5以上のモンスターなんですよ。でこれペンデラム召喚できるとめっちゃ強いじゃないですか。特殊召喚成功したら相手のフィールド上のモンスター1体選択して、除外するっていう効果持ってるんで、だからこれはガン積みでいいです。これとこれガン積みしてレベル5以上のモンスター稼いで、あとはまあ適当なエンターメイトモンスター引いて、でそこで融合していくみたいな、そんなイメージでこのモンスター出していって活躍させていきたいなというふうに今回は思っております。いやーこのモンスターね、結構僕このイラストも結構好きなんですけど、なんかなんだろうね、闇落ちしてるモンスター結構好きな感じがあるんですけど、自分の中でこのモンスターかっこいいんだよね。なんかね、このガトリング砲もなんかその、皆さんわかりますかね、G3X っていう仮面ライダーが持ってるあの必殺技系のね、あのガトリング砲があるんですけど、あの G3X のガトリング砲に似てるんですよ。そんな話はどうでもいいか。はい、というわけで早速ねやっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、ユウヤ、デュエルは人を楽しませ、お前のカードはいただいた。俺は今からお前のカードでお前をぶち殴ってるからな。モンスター効果、ハッピーパピーマン、ふざけんなし。お前も全然違うじゃねえか。カード、なんか公式では言ってましたよ、遊戯王デュエルリンクスはキャラクターゲーって。遊戯王デュエルリンクスはキャラクターゲーとしての立ち位置ですがみたいな、公式でドヤ顔で言ってましたけどね。これは一体何のキャラクターゲームですか。お互い一切合切キャラクターゲーじゃないですけど、どうしようかな。カード増やしてから融合した方がいいですね。ですね、とりあえずまあでもペンデラムスケール2枚セッティングしてダークフュージョン打ったら勝ちかな。多分ね、粉砕すれば勝ちだと思うんだよな。とりあえずペンデラムスケールセッティング、どうすか。オットワイズペンデラムドラゴン、ペンデラムスケールセッティングで、まあチェーンはあるでしょうね。あのペンデラムスケールにセッティングする効果も一応魔法カードの効果がアスカになるんで、ハーピー戻せ、戻さねえか。じゃあダークフュージョン発動で、ダークフュージョン発動。このカードで融合召喚したモンスターはこのターン対象に取ることはできない。さあ2体のモンスターで融合召喚、現れろエンタメイト、ガトリングール、ガトリング砲発射、ダルはいどーん、はいスキル発動、ウィウィウェイホーぬる、遊戯王デュエルリンクスとかいうゲームぬるすぎて笑った。さあお相手の方、アンズちゃん、ちゃんアンズね、これ DSOD のアンズさんはですね、本当に脇が素晴らしいんですよね。あの5時間はペロペロできますね。ピューブル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 、ウィッチクラフトシュミッター、ほう、なるほど。あ、これもペロペロデッキじゃん、実質。よし、ウィッチクラフトシュミッタちゃんの太ももも結構ペロペロできますよ僕。ウィッチクラフトシュミッタちゃんの太ももそうだな、まあ3時間半はペロ れますね。ちなみにアンズちゃんの脇は5時間半ほどペロ れますね僕は。まあでも一番ね今ペロりたいのはあのゆずちゃんの脇なんですけどね。ウィッチクラフトデモンストレーションいいでしょう。え、私もなんかマスターピースが落とさんの、マスターピース落とすのがなんかあの板って聞いたけど俺。ですね、これは一回イースタルウェポンで踏みに行って、イースタルウェポンで踏みに行く、ペンデュラムスケールをセッティング、イースタルウェポンで踏みに行くパターンですね。ダークフュージョンあるんで、オットワイズペンデュラムドラゴンスケールセッティングしてイースタルウェポン出して、でイースタルウェポン、ペンデュラムスケールをセッティング、イースタルウェポン、イースタルウェポンペンデュラム召喚しましょう。モンスターを魔装蛇竜、イースタルウェポンをペンデュラム召喚、このカードがペンデュラム召喚に成功した場合の効果を発動、お前のモンスター行ったよ、ゲームから除外するぞ。さあどうする、あいいだろう、さあ魔法カードを捨てれ、モンスターの効果は無効にしていく。そんなことは読んでいた、そんなことは読んでいた。俺はマジックカードダークフュージョン発動、
ダークフュージョンの効果により闇属性モンスターとエンタメイトモンスターを融合し融合召喚。現れろエンタメイトガトリングール。ガトリングールのモンスター効果、お前のモンスターを選んで破壊しバーンダメージを与える。あっ、あいつこれあれやな、これスキルあれ粉砕やな、これスキル粉砕や、これ分かった、これスキル粉砕にしといた方がいいよ多分。これこれね、融合の使い手なんてしてる場合じゃないわ。どうした、結構削りきれないことあんだよな。ウィッチクラフトマスターベーション、間違えた、マスターベールのさ、打点低すぎるんだよね。こういや元因果切断マスターベールの攻撃力低すぎて、元々の攻撃力のなんか半分のダメージ与えるよっていう効果なんですよ、エンタメとガトリングールが。だからなんか無理っていう。次エンタメイトあったらいけんのか、次エンタメイトもいけんのか、ここまでの次下級エンタメイトだといける。ああいけるわ。まずペンデラムスケールセッティングして、魔装ジャリューイーサルウェポンで、罠踏んで、エンタメイト罠じゃねえモンスター。てかこれはさ、なんでマスターピース落とさないの、マスターピース落とすのがいたんじゃないの。ウィッチクラフトってパトロナスはいいよ、パトロナス効果で、それ除外を戻して魔法カードサーチね。はい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 、除外戻して魔法カードサーチしていく。はい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 、でこれ魔装ジャリューいるんで、魔装ジャリューでペンデラム召喚して、ウィッチクラフトマスターベーションの効果発動させて、はい、イーサルウェポンでまず踏み、はい、イーサルウェポンペンデラム召喚、イーサルウェポンの効果を発動。さあお前はこの効果を止めざるを得ない、止めざるを得ない、止めざるを得ない。さあどうする、はいはい、マスターベーションいいでしょう。で効果でバリバリバリってなるけど、無効にされただけで破壊はされない。トランプカードを召喚して、でペンデラムスケールの効果発動、フィールド上のモンスターを使って融合召喚します、融合召喚します。エンタメイトガトリングルでガトリング砲乱射していく、さようなら。このデッキさては強いな。さあお相手の方、社長 vs 社長じゃん、熱いね。腐敗を舐めるわけ、相手がどこから来たデュエリストであろうとな。デュエル！デュエル！私もまだ全力ではないぞ。ですね。なるほど。こういうハンドね。こういうハンドね。こういうハンドか。これとりあえず天空の交際を発動してくる。で、ペンデラムスケールにセッティング。で、オッピーペンデラムスケールにセッティング。で、交際破壊する。で、オッピー持ってくる。出しとこうか、一応。ペンデュラムスケールをセッティング。一応出しとこうか。一応出しとこう。をペンデュラム召喚。まあ、ちょっとドラ猫、まあ、ドラ猫発動したらよかったかもしれないな。もうちょっと。ちょ、今ね、でもね、エンタメイトじゃなかったら融合いきたいんだよね。モンスターを特殊召喚。特殊召喚していく。よし。これでドヤ顔エンドするしかねえ。ターンしろ。ペンデラムドラゴンの効果、そう、ペンデラムドラゴンの効果、一応ペンデラムスケールでセットルキル、トランプウィッチ持ってくる。ターンエンド。さあお前のターンだ。まずは私のターン。何だろう。ドロー。さあ来い。モンスター効果発動。沼地のマシンよ。ほう。沼地のマシンよ。融合で書いていく。なるほど。なるほど。来い。モンスターを召喚。は。ベリーマジシャン。どういうデッキや、クインテッドか、ブラックマジシャンガール、いいでしょう。手札から魔法カード融合、はい、融合発動効果、ブラックマジシャンガールと沼地のマシン王で融合。え、これ何、これ何が出るの、これブラック勇気士、ブラックマジシャン、ルーンアイズ、ペンデアドラゴン。え、ルーンアイズ、ペンデアドラゴン攻撃だ。え、どういうこと、速攻魔法発動、ハーフショット。あ、あ、え？あ、え？え？これで終わりだ。攻撃だ。え？強っ。強っ。